スティールアウィークと中川美です、えー、なんかダイエットの映像とかえーとえー、神大爆発の BTS のあのね、えー、あの前回の前回前々回の、えー、動画の方をご覧いただいてありがとうございますあのー、大体ですね180回ぐらい再生されてても170回ぐらいは僕の再生ですのであんまり気にしないでください 韓国 BTS の話前回したんですけれども今回やっと、えー、この間、えー、アカデミー賞を取った「パラサイト」見ましたアマゾンプライムでね、えー、っと先にレンタルされててアップルファンとしてはちょっと残念なんですけどアップルの方ではねあのまだレンタル始まってないみたいなのでアマゾンプライムで,で、えー「パラサイト」「半地下の家族」って見たんですけども 僕が嫌いななパターンの映画なんですよねあの今これから説明するんですけどもでかといってね Amazon プライムの評価の中で星を一つつけて手厳しいこと書いてる人がいらっしゃるんですけども僕ねあの書かれてることはねそれ全く共感してて、えー、その通りだと思ってます。 厳しいこと書いてあるんだけども全くその通りだと思ってますただ星一つはやっぱり何回も言うようですけどあのアマゾンとかいろんな評価とかに影響があるのであんまり良くなかったらまあ最低でも3つぐらいはつけてあげないとかわいそうですよやっぱり作り手に対してらあの失礼だしやっぱりグラミュー賞を取った作品なので、ね、今年度についてはねだからやっぱりちょっとそのあたりは敬意を払って、えー、と星3つぐらいがやっぱり妥当なんじゃないかと思います ただ僕がもし評価してあの星つけるとしたら、うん、とやっぱり5つになりりますねあのやっぱりなんとテーマがやっぱりちょっとこうねあの、まあ、見た方は分かると思うんですけどもかなりヘビー重いでちょっとこの画面に書きましたけどもおそらく、うん、と万引き家族を、えー、とあの監督って多分見てるんじゃないかなって僕は思いました。 これは僕の勝手な想像ですよ。で、万引き家族を日本映画のやつを見て、俺もじゃあちょっと社会派のものをちょっと作ろうと思って、ああいった展開のものを作ったんじゃないかなっていうのは、これは僕の推測です。で、なんでこのパラサイトって僕、あの見、見なかったかっていうと、前、前回じゃなくて前々回とかでしたっけなんか、あの、グエムルとかって、なんか、ハンガンの怪物 なんか川かなんかに、えっ、ー、と、怪物が住んでて、その映画、僕はあの劇場まで行って見に行ったことあるんですよ。そしたら、すごいがっかり映画で、なんかロード・オブ・ザ・リングの特殊 SFX 作家、スタッフかなんかがやってて、で、それの,あの、確かに映像はすごいんですよ。あの、とても韓国映画っていうには見えなくて、やっぱり。で、あの、見に行ったんですけど、劇場まで。でも、ストーリーがやっぱりちょっと茶ちくて、なんか、ね、脚本がね、 あの娘がさらわれちゃってその娘を助けにお父さんが行くっていうね通りに連れ,て連れてかれちゃって助けに行くっていうストーリーなんですけどもまあつまらないとにかくつまらなかったでえっとまあその監督が作った映画だから、まあ、今回のもこれちょっと見てなかったんですけどもまあでも、うん、と僕はこれは、えっと、見る必要はないと思いますパラサイトねちょっとねあのこういう社会派の映画っていうのは しつこいんで、すけども僕は嫌いなんですよでえっと、ラストシーンとかの「パラサイトの」でもちょっと言っちゃうと、あ言わない方がいいのか、みんな見てない人いますからね。だからまあ、そのとにかく嫌いだと僕は。で、おそらく万引き家族が、えっと、ちょっと多少なりとも影響を与えてるような気がします。ただ、万引き家族の方も、ちょっとあの、レビューとか見たんです、あの、レビューとこう、皆さんのね、 アマゾンとか見ると星一つがやっぱりついてて <laughs>。それで、うんと、僕はわからないって言ってるんですよね。あの、この、ね、何をやり,やりたいのかよくわからないっていうような評価とか書いてる人がいるんですよね。やっぱりね。でおそらく僕が見たら同じことで星一つはつけないよ。つけないんですけども、星三つぐらいでおそらく、えー、まとめちゃうのかなって僕は思ってます。で、えっと、まあまあ、 この辺はパラサイトはまだねエンターテイメント性とかがちょっとあるんですよ。だけども万引き家族はおそ,おそらくリアルに描いてるから。だからこそね、あのヨーロッパの方とかで賞も取ったんだろうと思いますけども、うん、と僕はね、そのリアルに描くことが、うん、とエンターテイメント。例えば映画館まで行って1500円とか払って1800円、2000円。 まあそのぐらいお金を払って、見に行って、万引き家族のような現実を突きつけられて、しょんぼりして、げんなりして帰ってくるっていうのは僕嫌いなんですね。何回も言ってますけど。やっぱり映画とかっていうのは、劇場まで足を運んでって、元気になって面白かったねってってみんなで盛り上がって、わし明日から頑張ろうっていうのが、僕はそれがエンターテインメントだと思ってるので <laughs>、<laughs> そう考えると、パラサイトっていうのもね、やっぱり万匹家族よりのちょっと映画でした。僕の中ではね。これちょっとね、さっきあの、えぇ、ー、アマゾンプライムで、えぇ、ー、スクショを撮って、僕はえホットショップで切り抜きました。これね、パラサイト。で、まあ万匹家族もそうです。で、えっと、まあこういった社会派っていうのは、うんと、まあよくある映画のシリーズっていうか、あのパターンで、 ただ、決定的に何が違ったかなっていうと、これ、アメリカン・ビューティー、これ、昔なんです、大昔なんですけれども、えー、と見てる方も多分いらっしゃるかと思うんですが、このサム・エンデスって監督、まあ、これ、確か初めてだったのかな、うんと、だと思うんですけど、これ、書いてありますね、よく見ると、オスカーとか、いろんな賞、いっぱい取ってるんですよ。ねあの このアメリカン・ビューティーというのはまさに当時のアメリカの社会の風刺を描いたものなんですけれどもそういった社会風刺を描く時に日本映画の万引き家族とかパラサイトとかのその社会風刺の描き方とアメリカン・ビューティーみたいに当時のアメリカの社会風刺の描き方っていうのは圧倒的に違いすぎる。 うんとどう違うかというとアメリカン・ビューティーの方が星10個って感じなんですよ。うんとね、最初から最後までね、とにかくね、えっと、映像とかもかっこいい。まず映像がかっこいい、あと哲学がある。えっと、アメリカン・ビューティーのストーリーの中身のラストシーンとかちょっと僕を忘れちゃってるんですけども、まあ奥さんがね、こう浮気したりしてベッドでね、えー、すごい、あの、 足を開いてっていうこう、そういうシーンがちょっとあるんですけども、まあそうやって社会不順もある。で、アメリカン・ミューティーのオープニングのところで、うん、と8ミリかなんかで、当時、まあえ映画って撮れなくて、あの、8ミリビデオとかってこう、昔あったんですけど、それで、こう、枯葉が隅っこの方で待ってるような映像を撮るんですよね。主人公かなんかなんかわかんないんですけどその映像。それ、そ、そのシーンから始まって、ラストもそういうふうな感じで確か終わったと思うんですけども、そこの、 最初のその、枯葉が隅っこ、例えば中車の隅っこで風がこう舞い上がって吹き起こってて、枯葉がくるくる回転してるシーンっていうところにそのすべてが、このアメリカンビューティーっていう映画の主題、テーマがすべてが込められてる。で、全体の映像とかも全部見ると、アメリカンビューティーは抜かりなく、 あの僕がいつも僕の写真を買う構図かっこいいと思ってくれて見てる方にはちょっと伝えたいんですけども、ぜひ見てほしい映画ですね。構図がとにかくかっこいい。で、しかもそのテーマもあって哲学もある。だからやそう考えるとあ、なんでだからダメかっていうと、万引き家族とかパラサイトっていうのは、その辺でまだね、全然追いつけてない。特に万引き家族なんか、この前も言いましたけども、おそらくお話にならない。 僕、だから見る気にならないんですけども、レビューになって星が一個の内容のレビュー見たら、やっぱり僕の想像通りのレビューで。だからやっぱり時間の無駄だと思って、ちょっとこれはもう見ないので、僕はね。で、あと、パラサイトは、まだね、ちょっと見ようかなと思いました。うんと、やっぱり、すごいって話があったのでね。でグラミー撮っちゃうなんて、やっぱり外,外国以外ですごいことなので。で、当時やっぱりそのアメリカンビューティーすごかったんですよね、やっぱりショート撮って。で、ぜひね、この、 もしね、うとまあ、万引き家族、パラサイトで、えー、いいいいって言うんであれば、アメリカンビューティーの方が星10個で僕はこっちの方がダン,ダントツで進めます。社会風刺っていうパターンだけ,だけ,だけじゃなく、うと哲学があって、ちゃんと、えー、テーマもあって、その見せ方、写真とか構図、色合い、色彩、それぞれのみんな、映像、ワンショットずつが、ぬかりなく、ワンテイク,、まあ、クもそうですけど、 かかりなく描かれてるそれがアメリカン・ビューティーで当時のそのグラミー賞の星を撮るようなレベルだったと僕は思います撮ったのかな確かでただね、えー、とこの監督サム・ベンデスって人じゃあ撮ったから俺すごい監督だなと思って当時、えー、と次になんかギャング映画かなんかのやつやったんですよねそれが最悪でもうダラダラ長いだけで全然つまんなくて絶対もうこの監督は見ないと思いましたね だから、やっぱりそのアメリカンビューティーでもう燃えつけちゃったっていう感じです。で、僕今この言ったように、そのリアルさの追求、要は社会風刺。日本の今の政治とか社会のその現状を描くだけじゃなくて、とまあ、あのパラサイトもそうですけども、アメリカンビューティーのようなリアルさの追求だけじゃなく、虚構も描けなければならない。 虚構を描くことっていうのはアーティストの,あの僕は仕事だと思ってるので虚構を描いていくエンターテインメントを虚構を描くことによってエンターテインメント性が上がりみんなが面白いと思うようになるだから上手に虚構を描くことによってエンターテインメント性が上がってみんなね楽しんで帰る例えば「スター・ウォーズ」とか いろいろ賛否両論ありましたけども要はあれなんか極端な話で、えー、と現実よりも虚構性の方が高いわけですよ割合としては、えー、虚構が9割、えー、現実性が、まあ、1割ないと思うんですけども、まあ、10%, 割と,しあの10としましょう、ね、そんな感じですねだから、うん、とそのバランス感覚によって、えー、と虚構をよりよく、えー、面白く描くことによってみんなが見て楽しんで明日も頑張ろうと。 だから日本のアニメとかってそうですよね。まあ、ワンピースとかでも何でもそうですけども、うんと、この前の鬼滅の刃もすごい面白かったですけども、うん、とそういったものがやっぱり虚構、うん、をうまく描くことによってその中にある本質とかテーマっていうのがうまく出てくる。これが僕はエンターテイメントだと思ってます。ね、だから面白いの。これがアートであってアーティストっていうのは虚構から真実を描く。 ね、だから、うん、とアーティストは虚構から真実を描く。これよく、えー、言われ昔から言われてる言葉です。僕が言った言葉じゃないですよ。アーティストっていうのは画家でも何でも昔からね、えー、ゴッホーでもうーんとピカソでもねみんなねアーティストっていうのは虚構から真実を描く。で政治家っていうのは真実から虚構を描くと。 このワンセットの言葉っていうのは、これはもうもう昔から言われている言葉で、ええ、まあ、こんな感じですよ。政治家っていうのは真実から虚構を描いてしまう。わかりますよね。皆さんね、僕ね、言いたいことがわかってくれると思います。それがね、正しいかどうかっていうのは、自分の胸に手を当てて考えてほしいなと思います。はい。ということでね、今回は、 ええー、まあ、パラサイトを見て、ちょっと一言アップロードしようかなと思いました。うんと、いずれにしたってね、やっぱりね、外国映画が、うんと、ね、韓国映画がグラミショー賞ですよ。でも、万引き家族は、それではない。街頭にすらなってこない。この現実を僕たちっていうのはよく理解しなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあ、BTS はもちろんいいレースですけどね。はい。 じゃあ今日は、えー、そういう感じで終わりにしたいと思います。まあね、アメリカンビューティーね、もしね、えパラサイト万引き家族見たら、当然ね、アメリカの社会風刺映画ってのはどんなものだろうって言ったら僕はこれを進めるので、一回見てみてください。最初から最後までね、哲学満タンだし、うんと、映像もすごいめちゃめちゃかっこよくて綺麗です。絶対星10個。これは本当に素晴らしい。っていうことでした。ではでは、じゃあまたね。バイバイ。